犬が自分が得をするためにわざとやっている行動。ふて寝をする。まさか犬がふて寝なんてって思うかもしれへんけど、元気がない時に心配をしたあなたが声をかけてくれたことを覚えてる。犬は寝たふりをしたら構ってもらえるって覚えてるねん。遊ぼうと誘ってもごでなって放置された犬はふて寝をしてあなたの気を引こうとしてるねん。犬によっては仮病を装う子もいてるから、なかなか犬もあざといんやで。聞こえないふりをする。犬も都合が悪いと聞こえないふりをすることがあるねん。まるで人間みたいやけど、今は放っておいてっていい気持ちの表れやねん。いたずらが見つかった時に名前を呼んでも知らん顔をすることってあるやんな。犬も叱られたくないから何も聞こえてへんでって必死に嘘をついてるねん。愛犬の名前を呼んでも決して目線を合わせない。そんな時は犬が叱られないようにわざとやってる行動な場合があるんやで。上目遣いで見る。おやつちょうだい、なあなあ遊んでって要求がある時に上目遣いで見つめてくる犬の行動もどこか損得が発生してるように感じられるな。普段はそんな目で見ることないのに、ここぞとばかりにキラキラした目で見てくるのが特徴やで。でも愛犬の上目遣いに勝てる飼い主さんは少なくて、あまりの可愛さについついおやつをあげてしまったって飼い主さんばかり違うかな。そんなあなたの行動を見て犬はこうすればおやつがもらえるって学習を重ねてしまうんやで。おもちゃを鳴らす。これは少し変わった行動の例やけど、わざとおもちゃを鳴らすっていい犬もいてるねん。一人遊びを楽しんでいるようで目線はこっちを向いてるのがこの行動の特徴やねん。これは一緒に遊んでほしいなっていい犬からのアプローチやねん。遊んでほしいにもかかわらず遠くでおもちゃを鳴らしてアピールする愛犬のけなげな姿に心を打たれる飼い主さんは少なくないんやで。何も食べていないふりをする。食いしん坊な犬の中にはさっき食べたばっかりやのにご飯くださいってアピールする子もいてるねん。自分のご飯はすでにペロッと食べ終えたのに何も食べてないような表情で見つめてきたり、空のお皿をくわえてきてアピールする子もいてるねん。ご飯をくれた人とは違う家族の方にわざわざ出向いて、まだご飯もらっていませんって表情で見つめるずる賢い犬もいてるねん。食べ過ぎは犬の健康にとって良くないから、そんな食べたふりをする犬の行動には注意してな。まとめ。ふて寝をする。聞こえないふりをする。上目遣いで見る。おもちゃを鳴らす。何も食べていないふりをする。愛犬の可愛さに騙される気持ちもわからんでもないけど、ほどほどにしないとバカにする学習してしまうから注意やで。